こんにちは、バイアンドです。イケメンじゃない人ほど使うとモテるモテ行動についてお話ししていこうと思います。私の動画を1本出せば必ずコメント欄に来る言葉第1位、ただしイケメンに限る。こんな言葉をねよく見て私はすごい思うんですよ。やっぱり私の動画を見てる人に限らず、こういう恋愛テクニックとかそういう人はイケメンが使わないと効果ないだろうっていう風に思う方結構多いんですけど、そんなことはありません。正確に言うと、もちろんイケメンの人が使ったらもっとモテるようになるんですけど、イケメンじゃない人が使えば使うほどモテる行動というのもいくつか存在します。実際に今回の話していくものは、ただしイケメンに限るっていう風にね、今まで私のコメント欄で言ってた人でも、あ、なるほど、それだったら確かに使えるかもしれないと思えるものを中心に私の方でいくつか紹介していこうと思うので、もしも今回の動画で紹介したものの中でこれは今日から応用してみようと思えるものがあれば使ってみてください。それでは今回も元気にいっていきましょう。せーの、バイ&チャンネルスタート。まず具体的なポイントをお話ししていく前に、一つ覚えておくと面白いものがあります。皆さんは釣り合い仮説というものをご存知ですか？人は損失を極端に嫌う傾向があり、損失をするかもしれないと思った時にそれをあらかじめ回避しようとする考えが働きます。これは恋愛でも同じで、告白をしても拒否されてしまったら自分にとって強いダメージになるかもしれないという、損失を回避しようとする動きが強くなり、安全策をとって極端な美人や極端なイケメンを回避しようとする傾向があります。例えばこれ私の学校とかでもそうだったんですけど、高校の時にめちゃくちゃイケメンの先輩がいたけども、好きだったとしても告白とかはしなかったですし、あれは誰からでもモテるよねって言われる人でも、実際にめちゃくちゃ彼女がいたかって言われるとそうではないという事象結構多かったです。これは私の環境だけではなく、見ている方でも実感できる人は多分いるんじゃないかなと思うんですけど、実はルックスが良すぎても意外とモテない引き金になってしまうこともあるんです。なので今回のテーマでもありますが、ルックスに自信がなかったり実際に良くないと言われていたとしても、アプローチされた側の人が最終的にあなたのことをすごくいい人だなと思ってくれるようになれば、 OK される確率は高くなっていくということです。さてここで、では肝心な相手があなたのことをいいと思ってくれるためのポイントについていくつかお話ししていこうと思います。1つ目、ふとした時の可愛さを見せる。結構これ特に男性の意見で多かったんですけど、可愛いって言われることに対してちょっとコンプレックスを持っているなんていう人も見かけます。実は可愛さを打ち出していくことは意外と恋愛でもうまくいく秘訣だったりするんです。もちろんこの可愛さを見せるということをイケメンの人がやっていくとそれはそれでモテる場合がありますが、そうじゃない人がやると相手から見ればそばに置きたいなと思えたり、安心するという感情が増幅し、結果的にそれがコリッとした愛情に近い形のようなものになっていくんです。これを心理学用語でベビーフェイス効果と言います。ベビーフェイス効果とは、幼児性の特徴である純粋無垢、正直などの印象を受け、相手に対して警戒心をなくし好意を抱きやすくなるという効果のことを指します。この可愛さや幼さを見せるためのベビーフェイス効果と言われているものにはいくつかの法則があるんですが、例えばほっぺたに丸みのある印象があると可愛さが際立って見えたり、頭部に丸みが強いものだと可愛さが見えるなどの法則もあるんです。この他にもいくつか特徴はありますが、簡単に分かりやすいものだとよく CM などで起用されているマスコットキャラクターなどを思い描いていただくと早いかなと思います。ここから言えることとして、例えば普段から相手と話している時にいつも笑顔でいることだったり、髪型も少し丸みのあるマッシュヘアなどにしてみるとこのベビーフェイス効果が応用されやすいと言われています。行動や仕草自体を大きく変えなくても印象で可愛さを見せるための工夫をしていくと相手が安心感を抱きやすくなっていきます。2つ目、自虐じゃなくて謙遜ができる。自分のルックスに自信がない人ほど結構な割合で自然と自虐が出てしまう人っていませんか？自虐も言い方次第では笑いにつながる可能性はありますが、マジトーンの自虐だと相手からそれってなんて返したらいいか分かんないなというふうに思われてしまうこともあります。簡単に謙遜する頻度を増やすことで、この人のことをもっと見てみたいな、この人ってなんか誠実でもっともっと一緒にいたいなというふうに思うようになります。ちなみに謙遜というのは口で自慢するのではなく行動や態度で自分の誠実さを見せるというふうに
今回は仮定しておきます。仮にイケメンの人がやったりすると程度にもよりますが、それを聞いた側からすると嘘つけよ自分のことかっこいいと思ってるくせにと思ってしまったりするんです。なので逆にルックスに自信がないという人が、これあんまりルックスいいっては全然自分でも思ってないんだけど、だから人一倍勉強頑張ろうかなと思ったり、気さくに話せるように見た目とか結構意識したりするんだよねという風にさらっと言うと、純粋にあーなるほどそうなんだと聞いてくれる人が増えていきます。今はちょっと言葉でお話ししてしまいましたが、こういった部分が行動で見えていくともっといいでしょう。3番、コミュニケーション能力を鍛える。実は結構多くの人がコミュニケーション能力が高ければ誰でもモテると思う人が多いのですが、これむしろイケメンの人がコミュニケーション能力が高いと八方美人だと思われたり女好きだと思われる傾向があるんですよね。実際に私も比較的ルックスのいい人がペラペラと自分のことを喋ったり、女性に向かって口出しにいろんなことを聞き出してたりすると、ああ他の人にもそういうことやってんだなとやっぱ思っちゃいますね。しかしルックスにそこまで自信がない人がこれやったりすると、徐々に親しみやすいなと思えたり、話うまいなという話に対しての関心が向くので、結果的に尊敬心や好奇心につながります。ちなみに多分お笑い芸人がモテる理由はまさにこれだと思います。そこまですごくルックスがいいというわけではなかったとしても、話術を鍛えることによって女性の関心を買ってる傾向が高いです。ちなみに現状でコミュニケーション能力がそんなに長けていないなと自分で思ったり、好きな人を目の前にするとなかなか喋れないという人もいると思うので、そういった方におすすめなこととしては、好きな人とのコミュニケーション能力そんなものを上げるのではなく、まず相手と一緒にいる間に出会った人や店員さんなど第三者への対応を明るく活発的に接することをおすすめします。そうすることで相手が直接この人と話してて楽しいなと思わなかったとしても、あ周りの人にこんなに明るく接してるってことはきっと本当は喋ったらすごく楽しい人なんだろうなというふうに想像してくれやすくなります。そうすると結果的にあなたへの好奇心につながったり好印象につながるので、いい方向に傾く傾向が高くなります。4番、ただひたむきに頑張る姿勢を見せる。もしあなたが現状でルックスにそこまで自信がなかった場合、なんやかんや一番おすすめなのはとにかく自分が努力している姿や頑張っているという過程を見せるということです。人はもともと高いスキルを持っている人に対して尊敬心を抱くことは多いですが、それと同様に立場が低い人や不利な状況に追い込まれている人などを応援したくなるという心理現象があります。これを特にアンダードッグ効果とも呼びます。例えば私は過去に学生時代、そこまで最初点数が全然良くなかったけど、毎日学校が終わった後にもずっと居残りをし続けて勉強していた人を見て、その人の別に点数が高くなくてもこの人すごいな、本当頑張ってほしいというふうに私まで応援してしまう結構ありました。このように高い能力値じゃなくても相手に興味関心を抱きやすいのはまさにこのアンダードッグ効果に近い心理が働いている時に多く、応援したくなる気持ちやずっと見守り続けたいと思う気持ちがだんだん好意に変わってくることがあるんです。結構私の偏見かもしれないんですけど、もともとイケメンだったりもともとレベルが高い人って逆に自分のマイナスな部分とか頑張ってる姿とか見せない人の方が多かったりするので、最初から完璧な姿だけを見せようとする方って多いと思うんですけど、実はそういう人よりも最初はダメだけどもそれで頑張っているっていうところをたくさんあえて見せていくことによって応援してくれる人も増えていけば、その結果あなたの背中を見てタイプだなと思ってくれる人も増えていくかもしれません。ただこれに関してはわざわざ好かれるためだけに自分の努力してる姿を見せたくないという人もいるかもしれないので、そういう人は自慢話のように自分の努力してる姿や頑張ってる姿を話すのではなく、ただ行動としてだけ見せることをおすすめします。そうすると相手からも嫌味なく純粋な気持ちであなたの姿を見てくれるなるかもしれません。ということで今回は4つのポイントからお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。おさらいしておくと、1つ目、ふとした可哀想を見せるように心がけること、2つ目、自虐じゃなくて謙遜をたくさん出していくこと、3つ目、コミュニケーション能力を鍛えること、4つ目、努力している姿を見せていくことでした。もともとの自分の外見に結構コンプレックスがあってなかなか恋愛に踏み出せないという人もいたりするかと思うんですけど、やっぱりそういう人でも使える方法たくさんありますし、もう世の中全体で見れば全然イケメンじゃなくてもすっごいモテモテっていう人もたくさんいらっしゃったりするので、参考にできるものがあればぜひたくさん取り入れていってください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイエンドでした。バイバーイ。バッ。